睡眠薬が効かなくなってきたんですが、精神科医樺沢紫苑のカバチャンネル。睡眠薬、夜眠れなくて睡眠薬を処方されている、睡眠薬を飲んでいるという方は多いかと思いますね。まあ、それがね、何ヶ月とか、まあ、何年っていうふうにね、長期的になるとなかなか効果が弱まってくる、効かなくなってくるということもあると思うんです。そうなった場合どうしたらいいのかという話なんですけども、まずですね、そもそも睡眠薬ってなぜ飲むのかって話なんだけども、眠症っていうのはですね、必ず原因があって起きるんですね。原因というのは生活習慣の乱れですね、ほとんど全てですね。何らかの睡眠に悪い生活習慣をしているせいで不眠症というのは起こっています。例えば寝る前の飲食であるとか、寝る前直前まで仕事をしているとか、寝る前直前に熱いお風呂に入っているとか、寝る前にパソコンやったりゲームをやったりテレビ見たり頭を興奮するようなことをしているとかですね、あるいはまあ運動不足、ったことも不眠の原因になりますし、あるいは昼寝が多いとかですね、そういったいろんな原因があってですね、不眠というのは起こってきているんですけども、基本的に不眠症は睡眠薬を飲まないで生活習慣の改善によって治すべきだというのが私の意見です。その方法はぐっすり眠る12の法則っていう Kindle 電子書籍、290円の電子書籍で詳しく解説してますので、ぜひそちらを読んでいただきたいと思うんですけども、そこに不眠になる12個の原因っていうのが書かれてるんですね。12個の生活習慣を改善すれば 99% の不眠は治るよっていうことが、まあ私の意見なんですが、それを見直してですね、直していただきたいと思うんですね。そうは言っても生活習慣を直すっていうのはすぐにはできる簡単なことではありませんから、その間寝れないでいるのは辛いので、睡眠薬を臨時に使いましょうっていうのが睡眠薬の基本的な考え方ですね。だから睡眠薬を何年も飲み続けてる人っていうのは生活習慣の改善の努力っていうことをこう全くされてないんですね。本当に何の努力もしません。ですから薬も効かなくなるし、永久に眠れるようにもならないですね。眠れないということに対してもっと問題意識を持たなければいけないですね。例えばね、私の患者さんなんかもそうだけども、ほとんど運動不足ですね。運動してないわけですから眠気なんか出るはずがないわけですよ。体も疲れてないし、さらに昼寝毎日1時間も2時間もしてたらですね、夜眠れるはずなんかないわけだけど、そういうことを改めてくださいって言ってもまあ一向にやろうとしませんよね。で、結局睡眠剤に頼って寝てるという、それはどういう状況かというと、私は非常に良くないし、あんまり正しい睡眠薬の飲み方ではないと思うんですね。できれば数ヶ月ぐらい一生懸命自分なりに生活習慣の改善を頑張って、数ヶ月でやめるっていうのが一番正しい睡眠薬との付き合い方だと私は思いますので、睡眠薬の服用が長期になっている方っていうのはね、もう一度自分の生活習慣とか生活パターンとか睡眠パターン、あるいはストレスの有無、寝る前の時間の使い方っていったところをね、きちんと見直して、生活習慣の改善で少し睡眠を改善できる部分がないのかってことをよくですね、洗い直していただきたいなというふうに思います。